国民民主党新緑風会の船山康江でございます。株高で一般庶民全然恩恵を受けてません。金融所得の割合、年収1億円を超えると金融所得の割合が急激に高まっています。まあ、つまりやはりお金を持っている人は金融で稼げる、そしてまた稼ぐから収入も上がるということですけれども、金融で儲けること悪いというつもりはありませんけれども、やはり金融所得課税が非常にまだ低いと。経済の影響をどう考えるかという等々の論点はまだ残っておりますけれども、総合的にこれは今後、検討していかないかん点だとは思っております。新型コロナのこの対策の予算についてですけれども、かなり補正予算で積み増しています。予備費も使っているという状況の中で、コロナに対してどのぐらい予算が全体として使われているのか、まあ、もちろん今は財政出動だと思いますけれども、ただ、後の検証のためにもきちっと分けるべきだと思いますけれども、今、そのような仕組みになっているかどうか教えてください。予算というものがどういったというのを分かりやすい説明についてはどのような工夫をしてお示しできるか、これは今後の予算編成の過程の中でさらに検討させていただきたいと思っております。コロナを経て地方回帰の動きが活発化してますけれども、その一つの受け皿として農業が挙げられると思います。総理の考える農業の役割とは何でしょうか。やはり農業が一定の所得を上げるような農業にしなければ私はならないと思うんです。強い農業というんですかね、地方に住んでても一定の水準があって自分の家族を養い、そして自分の子供を大学まで入れるぐらいの一定の所得がある、そうした農業というものを私は目指したいと思います。その強い農業というところが問題だと思いますけれども、規模拡大とか競争力強化だけで本当にそれが実現できるのか。今残念ながら農地も減少している、人も減少している、そんな状況の中で欧州、スイス、こういった国はですね、今直接支払い、環境への貢献とか地域への貢献という形で EU の平均で5割、所得の5割が直接支払いなんですね。こういった方針をそれこそ競争力ではなくて打ち出すべきだと思いますけれども。